間違いなく変化するはずのやり方ですので、はい、目がすっくり、視界が開けたとか明るくなったとか、はい、見えなかった文字見えるとか、分厚くなって細くなってをできるようになれば視力を回復するわけですからね、はい、めんどくさくなくて自宅でこういうところ来なくてもできるという方法で、まあ、せいぜい5分ぐらい。メガネ外すと全く見えないですか。物がすごくぼやけて見えるというか、メガネをかけて読んでる状況でとっても鬱陶しいです。これは上です、はい、次 0.15 ですね。これは上目の奥の方にズーンとくるようなするんですけどね、しますよね、はい、一番上が目に関係する骨だって言われてるんだけど、ここの一番目の骨って本当動かしにくい骨でね、でどうしたら少しでも動くかというと、神経かなんかはビリビリビリっときますよね。かなりきますね。眼球ってこうゆっくり動かした方が、キュッキュッと動かすよりもゆっくり動かした方が結構効果あるんですよ。眼球のこう弾力がないと、ね、目の玉が硬くなっちゃうんですけど、脳に直結してて、おでこをこう持ってこう手で回るかな、親指でと中指でカイロプラクティックとかで非常に大事な手技なんですよ。なんかすっきりするんですよ。すっきりしますね。そこはちょっと微大ですね。 0.4 ですね。倍ですね。右目がなんかよく見えるよ。そこでもやってたら、このいい状態を持続するか、あるいはもうちょっとまた上まで行くはずですので、もうちょっとすっきりの首のあたりもなんか軽くなってやっていきたいと思います。もう正直今ちょっとびっくりしているのが、右目が本当になんかすごくちょっとなんか全然最初と違って見えるようになったのと、今明らかになんかすごく遠くが見やすいというか、このかけてる状態が、なんか全然違うなっていうのがちょっとびっくりしましたね、はい、すごくすっきりしてなんか視界が広くなったような明るくなったような感じがしました。でも疲れがやはり取れるなっていう気がしたので、毎日試してみたいと思います。これいい状態がもっと続くし、続けていればもっと回復するはず。目見えなくなったり弱くなってね、楽しみ半分に半減しますよね。本見て読んでテレビ見て人と会ってみたいなね、だから目はやっぱ一生ものですのでね。